バーゼル版の死の島、死の島は、スイス出身の画家アルノルト・ベックリンの代表作の絵画。ベックリンは1880年から1886年の間にこの謎をめいた主題で繰り返し作品を描いており、作品はそれぞれ少しずつ異なっている。20世紀半ばのヨーロッパでは、非常に有名になった絵であり、ナボコフの小説、絶望にも、 ベルリンの家庭という家庭で見ることができたという記述があり、郵便はがきのデザインとしても大変人気があった。フロイト、レーニン、クレマンソー、ラフマニノフ、ヘッセたちもこの絵を好んで飾っていたことで知られるが、この絵や作者の持つペシミズムや死のイメージは、中でもアドルフ・ヒトラー及びナチスの理想と共鳴することになる。死の島はどれも、 暗い水辺の向こうに浮かぶ荒廃した岩の小島を描いている。小さな手漕ぎの船がちょうど岸辺の水門と防潮堤のところへ来たところだ。小ぎ手は後尾から船を操縦している。水門を前にした船には白いものですっかり覆われて立つ人の姿がある。そのすぐ後ろには花砂で飾られた白いものがあり、これは普通棺と解釈される。 狭い小島に広がるのは、密になった高く、暗い糸杉の小ちであり、受け継がれてきた墓ともの歴史を連想させる、切り立った、剣岩を縁取っている。岩壁に穿たれた墓所と窓も、早々の主題に属する。ベックリン自身はこの絵の意味について、何の説明もしていないが、はっきりと、夢のような絵。誰かにドアをノックされたら、 驚き慌てるような性質さを必ず伴ってと語っている。1883年に美術賞のフリッツ・グルリットが付けた台は従ってベックリンが指示したものではないが1880年に絵の元の依頼者に送った手紙にあった言葉に由来するものではある。死の島の初期バージョンの過去はあまり知られていないが多くの人が船の漕ぎ手を ギリシア神話において、死者の魂を冥府へと案内する、カロンのそれと介している。水はつまりスチュクス、あるいはアケローン川であり、白で覆われた戦脚は、死後の世界に連れて行かれる、亡くなったばかりの人間の亡霊となる。ベックリンはしばしば島をモチーフにして、絵を描いていた。文明から隔絶した、孤独な、死の島は、聖域としての自然であり、 画家のペシミズムと文明への嫌悪感、無常感をよく表している。ベックリンの孤独は、単純に神話や英雄と結びつくわけではなく、社会への一つの意見表明であり、これらのテーマがそのまま作者に送り返されて、ベックリン自身と重ねられる。島に備わった墓は画家その人のものでもあり、芸術と画家とはこの絵によって、神話の領域にまで高められている。 死の島はそのテーマの明瞭さゆえに、政治家や芸術家だけでなく一般人からも人気があり、女性にはこの絵の複製を部屋に飾るよう進めて回る人間が現れるほどだった。そして文学や音楽、演劇へとよく本案されたが、とりわけプロパガンダやスローガン、コマーシャルとして利用された。ニューヨーク版1883年に描かれた3枚目の シノシマ白黒写真でのみ現存する4枚目のシノシマ5枚目のシノシマ名1880オイルオンキャンバス 111X115 センチメートルバーゼル私立美術館ジューン1880オイルオンボード 74X122 センチメートルメトロポリタン美術館1883オイルオンボード 80X150 センチメートル 旧国立美術館。ベルリン美術館。1884。オイルオンコパー 81X151 センチメートル第二次世界大戦中に、消失1886。オイルオンボード 80X150 センチメートル。ライプツヒゾ系美術館。ベックリウが、パトロンのアレクサンダー・ギュンターのために、 最初のバージョンを完成させたのは1880年5月のことだったが、そのまま絵を引き渡すことはしなかった。4月になっても作業は続いていたが、その頃、ベックリンのアトリエをマリー・ベルナという女性が訪ねている。完成半ばでイーゼルに置かれていた最初のバージョンの夢のようなイメージに感動したベルナのために、ベックリンは一回り小さな絵を板の上に描いたのだ。 ベルナの望みを聞いて何年も前にジフテリアで亡くなった彼女の夫を忍ばせる棺と女性の姿が描き加えられた。結果から言えばこれらの要素は最初のものにはなかったということになる。そして一連の作品をベックリンは大グラバーインセルと呼んだ。三枚目は1883年に取引のあった画商のフリッツ・グルリットのために描かれた。 以降のものには、右手の岸壁にある墓所の一つに、ベックリン自身のイニシャルである、AB が入っている。無名の画商から受けた仕事だからできたことであるが、絵の革新部分への署名は、島の記念品性を高めるとともに、そこが画家の墓であることを確認するものとも言えるかもしれない。1933年にこのバージョンは売りに出され、 ベックリンの信奉者として知られるアドルフ・ヒトラーがそれを入手した。はじめオーバーザルツベルクにあったヒトラーの別荘ベルクホーフに置かれたが1940年からはベルリンの総統官邸にかけられるようになった。今はベルリンの旧国立美術館に所蔵されている。そして経済的な理由に迫られて4枚目が1884年に描かれた。 最終的にこれを手にしたのは企業家で、アートコレクターのファインリヒティッセンで、彼の所有するベルリン銀行の子会社に飾られた。第二次世界大戦の爆撃で消失しており、白黒の写真しか残されていない。5枚目は、ライプツィヒ美術館の依頼で1886年に描かれ、今もそこに展示されている。 ギリシアのケルキラ島にほど近いポンディコニシモンテネグロの成城寺島一説には、死の島が再現しているのは、最初の3点が描かれた場所であるイタリア、フィレンツェのイギリス人墓地である。この霊園は、アトリエのそばにあり、ベックリンの幼い娘であるマリアを埋葬した場所でも、ある。岩の小島のモデルとしては、ケルキラ島の近くにある、小さな島、ポンディコニシが知られており、 ここは、糸杉が茂る中に、小さな礼拝堂がある。他にもティレニア海に浮かぶポンツァ島や聖英、由来霊園島、モンテネグロコトル湾の聖常寺島などが挙げられてきた。ベックリン自身が、弟子に触発言として語ったとされるのは、イスキア島のアラゴネーゼ城である。しかしこれらの地を、ベックリンが訪れるのは後になってからで、中には、 画家が足を踏み入れたことのない場所も含まれている。聖の島1888年に、ベックリンは、大レーベンシンシルと呼ばれる作品も描いている。おそらくは、死の島の対局にあるものを目指したのであり、こちらも、小さな島を描いているが、そこには、喜びと色彩に満ちている。最初の、死の島と同じく、 この絵もバーゼル市立美術館のコレクションの一部である。ベックリンはスイスのドイツ語圏に生まれたが、有名になったのはドイツに出てきてからで、絵画の制作は主にイタリアで行われた。ベックリンがローマのドイツ人画家と呼ばれたゆえんである小ぎ手は船を近づけているのであって、離れているのではない。また島であることは大前提だ。こぐ人間の位置は、 岸辺から離れる時のそれだが、番によっては、船の立てる波から前に進んでいるのだと受け取れるものが、あるギュンターのバージョンが完成した折に、ベックリンはこんな手紙を書いている。やっと大トーテニンシルが完成しました。とても印象的なものに仕上がったと思います。ベックリンは明らかにこの台を暗息の地という意味で、用いた。この台は、 白尺の70歳の誕生日を祝う、祝福の伝報にも示されている。幸運なる、墓の島の所有者。デジタル大事線プラスの解説。コトバンク。2018年5月13日閲覧。セルガー P96、ナボコフ、ウラジミール、ディスペアー、P56、AB セルガー P84、ユベール、ロッカー、アノルド・ボックリン。 大東テニュシに知る、トロンビルドで19、ヤーデルツ、イン、カンストヒステリッシュアービーツブラッター、トランスレーション、アーノルド・ボックリン、ザーイル・オブ・ザ・デッド、ドリーム・イメージ。オブ・ザ・ナインティーンス・センチュリー、イン、アート・ヒストリー・ワーク・シーツ、サイト・シュリフト・フュア・スタジアム・ウント・ホッシュ・シュール・カンタクト、27、8、P71、カルシャー、ジョン、ラフマニノフ、 ザ・マン・アンドヒーズミュージックピコグラム73、ツェルガー P23、ツェルガー P40、ツェルガー P60、ツェルガー P66 から68、ツェルガー P84、P90、日経大人のオフ2018年7月号、日経 BP マーケティング、72ページ。ツェルガー P64 から65、ハットハリースン、マックス、ラフマニノフ。 コンティニウムインターナショナルパブリッシンググループ、ピコグラム159、AB ツェルガー P20、ハロウィン、アンエピックジャーニーツーザイルオブザデッドロップ、SO、TY インワーズ。ありがとうございます。